はい、こんにちは。札幌占い美容師の山頭の後藤です。今回はですね、宿毛矯正の、酸性の宿毛矯正をちょっとやっていきたいと思います。結構強いんで、ほとんどフルウェットで入ってます。で、毛先10って水分がどうしてもしごいていくと毛先に流れていくんで、そこは外して後でやります。最初にこっちで、日を使う目的は温度落ちですね。ずっとブルーのランプがついている状態で180度キープできてます。でこっちで、面整えてからアドスト入れていきます。結構ね、水分量が残ってますね。コテローションは本当に使えるかなと。で、乳液の浸透率もやってますけど別に悪くはないですね。ローションつけたからといって、うちはもうずっとこのやり方でオイルつけてやってますね。この毛先のパーマのところはこれ後で、今水分がしごかれて毛先に今伸びてる状態なので、この境目を後でぼかしていきます。その時にアイロンが一つだと本当に温度落ちしちゃうので、根元は意外とアドスト1本で意外と大丈夫なんですけど、中間が落ちやすいですね、温度が。まとめてやったりするとやっぱりその温度が低くなりやすいんで、根元はアドストだけでも全然大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、ちょっと一回ね、ここで一回どのぐらい水分量があるか今確かめてます。アドストいきなり入れちゃうと結構ジュッていってしまうんで、ちょっと状況を確かめて、面をちょっときれいにした後にアドスト登場ですね。で、この結構やったところの境目、結構温度落ちると確実に折れやすいというか、跡が残りやすくて、そこがうねりが戻っちゃうんで、結構そこももし乾きすぎてたら一回濡らしてやった方がいいと思いますね。今までは中央で、やらないと伸びなかったんですけど、今日は酸性なので、多分フルウェットじゃないときっと伸びないと思うんで、もうほとんどウェットです。でもやっぱコテウェーブつけると全然ジュッて言わないですよね。それだけでもだいぶ。それでこれコテウェーブをつけるとテンションがかかるんで結構いいですね。クリームつけるだけで結構テンションがかかるんで、やられると分かりますけど、結構短いアホ毛とかも一緒に噛んでくれるんで、コテウェーブつけると結構いいですね。はい、一度これでシェイプして水分大丈夫か確かめ、そしてアドストの登場、180度のアドストで2秒プレスしていきます。